Bloody Monday。 高血糖ライダーのリターナーです。今週も血糖値を測っていこうと思います。はい、ポケ飯を食べて血糖値測定をするというコーナーというかね前回似たようなフレーバーで、1本満足バーを食べたんですけど、あれチョコ味って言ったんですけど、今回のそういうちょっと勘違いしてて、もうチョコ味っていうのはねすでにありましたね、で新しく出たのはコーヒーフレーバーです。でコーヒーフレーバーを購入してきて、で食べて測定してみました。1軒目に入ったスーパーには売ってなくて、コンビニに入ったら売ってましたね。やっぱりこういう新商品ってどちらかというとコンビニの方が手に入りやすいということがよく分かりました。成分はですね、炭水化物量が 11.7g、 そのうちの糖質が 6.6g ですね。ちなみに、チョコレート味っていうのがまあ元々売ってたんですけど、そのチョコレート味の方は炭水化物 12.2 で糖質が 7.6 です。だからこのコーヒー味の方がどちらかというとちょっと抑え気味かなっていう感じですね。今日はこれをね昼に食べるという感じになりました。では食前の血糖値を測ります。食前の血糖値が109ですね、まあ一応正常の範囲内、ギリギリですけどね、正常の範囲内に入っています。じゃあここから測っていきます。ソイジュイはカロリーメイトなんかと違ってちょっとしっとりした口触りなので、これ単体で十分食べれるんですよね。カロリーメイトはね、なんか飲み物ないと食べれたもんじゃないんですけど、パッサパサで、ソイジュイの場合はね、割と食べることができます。ただね、お茶を一応飲みました。ルイボスティーを飲みながらこれを1本食べるという感じです。味はですね、コーヒー&ナッツになってるんですけど、やっぱチョコっぽいですね、味がね、まあこう思い込みで食べてるせいもあるかもしれないですけど、コーヒー味というよりはどっちかとこうチョコのフレーバーに近い気がします。それで本物のチョコ味の方はこれのさらに濃いチョコ味って感じですね、カカオ成分がかなり効いてる感じでした。まあこれはねかなり美味しかったです。はい、結論から言うと美味しかったです。これね、ソイジュイだって言われなければ結構血糖値上がっちゃうお菓子だなっていう意識になるんですけど、一応この糖質を信じて測っていこうと思います。あ、そうだ、一応言っておきますと、前回と同じ条件でやりたかったので20分の足踏み、ウォーキングですね、ウォーキング運動はやっております。今回も、はい、で食後ウォーキングを20分やって、で食後60分後の血糖値です。123ですね、思った以上に低いです。はい、食前の血糖値が109だったわけなので14の上昇ですね。このソイジョイの糖質がね、一応 6.6g ということになっているので、まあ基本的にはね20から30ぐらい上がっても、まあ30までは許容範囲だと思うんですけど、まあ全然そこに達してないですよね。だから、まあ、この後上がらなければ、もこれが持ってる糖質から考えてもそれ以上上がることはないと思います。はい、というわけでね、90分後の血糖値を測ります。90分後の血糖値が122ですね。1個だけ落ちてるんですけど、まあほぼ横ばいですね。こっからね急激にガーンと上がってくってことはこれの糖質量から言ってもないと思うので、ここで測定は終了しておきます。だからもうほぼそのこいつが持ってる糖質からもう極端に上がることはないという感じですね。さすがソイジョイとしか言いようがないですよね。一応運動をね組み入れてはいるんだけど、ウォーキングですからね、僕の場合は食べた後大体歩くので、まあそれは、あんまり考えに入れなくてもいいのかなと。普通の人が仮に食べたとしても、まあこのソイジョイに関しては大体いい結果が出ると思います。極端にね爆上がり、この糖質の5倍も6倍もいっちゃうっていうようなことはまあないですね。だからポケ飯の中では一番優秀なんじゃないですか、だからエネルギー源としてもこう役に立つし、で糖質を上げないということでも、安心して食べられると、前回食べたあのプロテインバー1本満足よりは全然おすすめできると思います。というわけでソイジョイは
安定感ある、安心しておすすめできるポケ飯であると、まあ分かりきった結果になっちゃいましたね。はい、はい、今週の糖尿病小話なんですけど、今週の小話はですね、まあ前にもちらっと言ったと思うんですけど、僕がどうやって糖尿病になったかということですね。つまりこういうことをすると糖尿病になりますよっていう、まあ、警告的なお話です。僕はね、まあ元々ね、あの早食いだったりとか、あの不摂生、睡眠が安定してないで、まあ、食べる時間も安定してない、もろもろね、糖尿病になる要因は持ってたんですけど、まあ、一番決定的だったのが、その前の年に骨折をしてるんですね、階段から落ちて。で、まあ、骨折したもんだから動けるんだけど、まあ、動くのが億劫になると。だから一日の大半こう横になって過ごすみたいなね感じになったんですよ。だん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 横着になってきてね、で動かなくなる、運動もしなくなる。だからその骨折する前は、腹筋と腕立てを大体やってたんですね、毎日毎日のようにやってたんですよ。だその唯一やってた運動も当然骨折れてるからできないので、ね、やらなくなる。でやらなくなるともうそれが習慣になって、骨折が治った後もやらなくなる。まあそんなことでね、どん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 動かなくなるっていう感じになったんですね。だから体を動かさなくなる、ここが決定的だったと思います。不摂生というのはもともとあったんだけど、体を動かすことでなんとかね代謝を促していたっていう部分、これが血糖値上昇を少し抑えていたんでしょうね。そこをねいきなりやめてしまったもんだから、一気に糖尿病の方に傾いていったという感じですね。で糖尿病というのはその血糖値スパイクをねガンガン起こすことによって、ヘモグロビン A1C が高くなって、でだんだん糖尿病として確定していくみたいな感じになるんですけど、まだ膵臓の動きはね少し残ってて、インシュリンも多少は出てるんですよね。だから今のところ食事を気をつけていさえすれば、なんとか血糖値上昇は抑えることができるんですね、自力で。これができなくなったらいよいよ薬に頼るという感じになるとは思うんですが、血糖値上昇を抑える薬はですね、インスリンを直接注射で打つっていうのもあるんですけど、服薬でね抑えるっていう、まあ、弱めの薬もあるんですよ。ただその薬はね合わないと腹を下したりとかね、そういう副作用もあるもんだから、まあ、できればね薬使わないで抑えられるのが一番いいかなと。まあそれ以前に糖尿病にならないのが一番なので、まあ、もし僕のようになりたくなければ僕と真逆のことをやってください。とにかくね早食いをやめましょう。なんかね日本のこうビジネスシーンでは早く食べ終わることが美徳とされてる感じありますけど、できるだけゆっくり食べる。でゆっくり食べると周りに迷惑がかかるかなと思ったら小食になる、で人がいないところでちょっと食べるっていうね、小分けにして食べるっていう、まあ、そういう手もありますので、とにかくできるだけゆっくり食べるっていうことですね。あと糖質を取りすぎない、これはね太らないっていうことにもつながるので、できれば糖質は取らないのが一番いいですよね。だから米とかもね、まあ美味しいのはわかるんだけど、まあ何日かに1回だけにしておくとか、食べるんだったら1回半膳ぐらいでやめとくとかね。代わりにどんどん肉を食べましょう。肉はどれだけ食っても大丈夫です。たまにはね霜降りの和牛とかでもいいですけど、まあ毎日はダメですよ。毎日食べるんだったら鶏肉とかにしておきましょう。であとタンパク質ね、鶏肉で取って、あと卵とか納豆とか、植物性のタンパク質も取り、動物性のタンパク質も取る。であとは野菜ですね、野菜をなるべく多めに食べると。まあそういう、まあごく当たり前に言われてる健康的なことをやってさえいれば大丈夫です。あと食事もできるだけね定期的に食べた方がいいですよね。朝抜いて昼抜いて夜ドカ食いとか、夜食べるのをやめて、で帰りがけに深夜の2時に吉牛でドカ食いとか、まあ、そういうのもやめましょうっていう感じですね。で今考えると本当ね体に悪いことばっかりやってましたよ。まあとにかくそうやってね食生活を規則正しく、あとまあゆっくり食べるっていうことと質のいい睡眠をとると、まあ、これだけで随分ね糖尿病になることは防げると思うんですよね。もし自分ちょっと今怪しいなと思ったら、もうすぐお医者さん行ってね血液検査だけでもしてみてください。
糖尿病の予兆はこういうことがありますよっていう、まあ動画なりね、そういう専門のサイトとかがありますから、それを常にチェックして、あ、ちょっと自分当てはまるかなと思ったらすぐ医者に行くっていうのがね、一番いいと思います。というわけで、少しでも健康でいたいということであれば、何か自覚症状があったらすぐ医者に行くと、それ以前に不摂生な生活をなるべくやめましょうという当たり前のお話でした。ではまた。